ニュルンベルク裁判中の 6S、カール・ジェローム・クリスティアン・ゲオルククルト・ホン・ロエスは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍不評代償。第二次世界大戦後のニュルンベルク継続裁判で、懲役20年の判決を受けた。フランクフルト・アム・マインに、ルイ14世の迫害を逃れて移住した、ユグノー貴族の家庭に生まれる。先祖は大々ヘッセンカッセル砲白に使え、 シチテオドールは軍人で少々に昇進した。三歳年長のいとこフランツ・フォンロクエスも軍人となり、第二次世界大戦中は同様にソビエト連邦内の占領地司令官を務めている。士官学校卒業後、大体副官を経てベルリンの参謀本部に勤務した。第一次世界大戦が始まると、第二百十五不評師団参謀として西部先生に出征した。 その後、調査に昇進したが体調を崩し、1917年からは、ベルリンの陸軍省勤務になり、軍事品の調達業務を担当した。戦後も軍に残り、訓練業務を担当するようになった。その後、第13不評連隊の大隊長、第16不評連隊隊長などを歴任指掌省に昇進した。1939年12月には、新設の 第142不評師団の師団長に就任、対フランス戦に参加した。1941年6月のバルバロッサ作戦、開始後、6S は南方軍集団司令官ゲルトフォンルントシテット、元水の配下で後方占領地区司令官に任命された。同年8月、南方軍集団の占領地域に対し、サボタージュ行為は犯人が不明な限り、 ウクライナ人の罪ではなく、ユダヤ人やロシア人の罪であるとの布告を発している。警察部隊や新衛隊部隊によるユダヤ人に対する殺戮行為には賛成していたものの、ドイツ国防軍の所属者がそのような行為を行わないよう求めていた。ブラウ作戦中の1942年6月から12月までは、英軍集団の広報地域司令官を務めた。 戦後のニュルンベルク継続裁判の一つである国防軍最高司令部裁判では1948年に懲役20年の判決を受けた。翌年ランツベルク刑務所での服役中に病死した。ありがとうございます。